はい、皆さんこんにちは、うさです。今日はですね、最近私が思っていることについて、話していこうかなと思います。結構ね、私の動画を見てくださる方の入り口としては、2年目の時に撮影した家で彫金をするために必要な道具たちっていう動画があったと思うんですけれど、それを通して結構私の動画を知ってくださって見てくださってるって方がたくさんいらっしゃるんですね。で、私のまあ感覚としては、日本でこの彫金を始めたい人の需要ってすごくたくさんいるんじゃないかなって思っています。で、事実ですね、フランスに行った時はジュエリーの職業っていうのがすごくメジャーな職業で、この日本とのジュエリー業界に関してのこのギャップみたいなものを少し感じていました。で、特にフランスはね、オートメゾンとのつながりというか、この下請け業者がすごくあったりとか、どこかでねつながっていたり、あとジュエリーのイベントも多かったり、ジュエリーの本屋さんがね、去年か2023年に新たにできたりとか、この勉強の仕方であったりとか、あと教える側のこの土台っていうのもすごくしっかりできていて、そういう意味で私はすごいフランスの、ジュエリーの面っていうのに憧れて、昨年ねまでジュエリー留学をしていたわけなんですけれど、このフランスと、あとね、英語圏の YouTube とかもよく見たり、あと私韓国語の YouTube もたまに見るんですね。で、言ったら日本以外の YouTube、 3カ国の YouTube を見るわけなんですけれど、やっぱり日本はしたい人が多い割には、なんかうまくね、どう情報を組み上げたらいいのかわからないっていう人が多いんじゃないかなって思ってて、そういう意味では韓国ってすごい、やっぱり情報化社会というか、この情報をね発信する人たちもたくさんいるし、吸収する人たちもたくさんいるしみたいな感じがあって、なんか私も日本でもうちょっとそういった形でいろいろとね、なんかネットとかを通じて皆さんとつながっていけたらいいなっていうのは最近思っています。で、実際ね、ちょっとやりたいことが今本当に多すぎて、全部ね手が回らないみたいな感じなんですけれど、いろいろと今年は夢につながる年にしていけたらいいなっていうふうに思ってて、今直近で一番叶えたい夢はアトリエを単独で持つこと。ここじゃなくて、もうちゃんと場所借りてお客さん招いてっていうことをできるような空間を作りたいっていうのがもう一番最初にあります。もうね、長年ずっと言ってたと思うんですよ、アトリエを作りたいって。で、小さな形で叶えたとはいえ、やっぱり全然満足していなくて、このジュエリーデザイナーとしてね、駆け出しの頃ってすごい難しいと思うし、やっぱりお金の工面であったりとか、道具をどうね、こんだけの機材が大量にある中で全部を揃えるのってすごく難しくて、で、そういうのをね、やっぱり積み重ねながら揃えていくものなのじゃないかなということで、やっぱり夢ってね、目標にしないと始まらないなっていうことで、今年1年は本当にアトリエを作る方向に向かって行動する年にしたいなというふうに思ってます。で、夢を描くのってみんなできると思うんですけれど、私はやっぱりどれだけ自分がその夢に向かって目標を立てて、それを達成していけるかっていうのが一番夢を叶えるための早いプロセスなんじゃないかなって思ってて、描くだけっていうのは多分みんなできるんですけれど、そこでどう行動していくか、この例えば、1年でアトリエを作るってもう期間を決めちゃうと、この1年をどう使うかっていう風に人って頑張れると思うし、そのためにね、具体的な計画を立て出すし、そのために節約もするし、そのためにね、自分がいかに日々を過ごせるかっていうのを考えれると思うんですね。で、私が一番大事にしてる大学の教授からの言葉があって、5年後を見据えた今を生きなさいっていう言葉があるんですね。で、これを私はすごく卒業後ずっと大事にしてきていて、5年後皆さんどんな自分になりたいですかっていうのを問いかけたいです。
で、まあ、先生の受け入れ売りなんですけれど、私はね5年後やっぱり自分のアトリエで教室もして皆さんとね交流できる場所っていうのを構築したいし、自分自身がこのジュエリー一本で独立できるような環境で、なおかつ人と交流できる場所作りっていうのをしたいっていうふうにすごく思ってて、そこにいる自分をすごく想像するんですよ。で、その自分になるためにじゃあどうしていったらいいのかっていうふうに考えた時に、スケジュールを立てていく、1年ずつのスケジュールっていうのを立てるっていうのを結構心がけていて、フランス留学が叶ったのってやっぱそこだと思うんですね。すごく簡単なことではないんですけれど、やっぱり私5年ぐらいずっとフランスに行きたいと思って、最初の2年ぐらいはね棒に振ったなって思ってて、本当に大学を卒業するってことしか考えてなかったし、なんかそれのために何か動けてたのかって言われると貯金だってなかったし何もなかったし、本当にゼロだったんですよ。なんかこの何か行動しないとみたいな、この卒業後ね就職して社会人1年目ピカピカのひよこなんですけれど、何にもできない、本当に会社で私ってそんな何か役に立てる存在に慣れてなかったんだなっていう、この大学卒業してまず愕然とするんですね。社会で私はそんなに大したやつじゃないみたいな感じですごくショックを受けたんですけれど、と同時にまあ自分で何か変えていかないといけないなってその時思って、でその時やっぱり具体的にフランスに留学してジュエリーを勉強し直すっていうのをすごくやっぱ考え始めたし、それをやっぱり目標にして動き始めることによって、ジュエリーのアトリエもやっぱり作っておきたいって思って作ったし、この留学行くまでにただ呆然と仕事をするだけじゃなくて、ちゃんとこの自分がフランスに行って自分がどういう人か、なんでジュエリーを勉強してるのか、でジュエリーを勉強してたのになぜまたジュエリーを勉強するのかっていうのを、この自分の立場をちゃんと明確にしとかないといけないなって思って、やっぱりこの夢があるのにずっとその夢を叶えてない状態が5年も続くっていうのは自分の中ではそれはダメだって思ったので、まあ、その過程でアトリエも作ってブランドも作ってって行動をし始めたっていう感じなんですけれど、今考えると本当に行動してよかったって思ってて、この結構ね無理やりだったと思うし、こういろいろと詰めて、なんか毎日コーヒーはマクドの100円のコーヒーを飲むとか、なんかそんな感じですごい切り詰めてこれまで積み重ねてきたんですけれど、まあそれがあってフランスにも留学が行けて、結果学ぶことがすごくあったし、こうやってアトリエも作って自分の制作したものをフランスで同じ学友の子たちに見てもらったり、なんか意見もらえたりとか、私はこういうことをしてる人なんですっていうアピールすることができたっていうのが、まあこのフランス留学してる間本当に良かったことだなって思っています。でさっきね最初にアトリエを作りたい人が多いんじゃないかなっていう話をしたと思うんですけれど、皆さんにね伝えたいのは、なんかこの私自身もまあ一夢を目指す人であって、こうアトリエを作りたいって思い描いてる人なんですけれど、そのためにいかに自分が行動できるかで、まあ、夢が叶うかどうかって左右されてくるんじゃないかなって思います。最初から夢を 100% 叶えることなんてできないって思っていて、100% に達成するまでのプロセスっていうのをもうちょっとね短く考えてやってみてもいいんじゃないかなって思っています。でアトリエを最初からね家で全部ジュエリーを作るってすっごく大変なことで、私自身も未だに鋳造はできていなかったりとか、したいことはたくさんあるけど全てを一人でね全部するのってやっぱり難しいので、このちょっとしたことを自分で始める、例えば最初はワックスメイキングだけをできる環境を整えるって決めて、ワックスメイキングの道具だけを買い揃えてワックスメイキングだけして、あとは外注とか、なんかそんな感じで少しずつ少しずつね自分がしたいことを叶えていくっていうのが大きな目標の達成のためのね過程になるんじゃないかなって思ってて、それをすごい今日はアドバイスしたいなって思ったし、まあ、私自身も今年そう動いていきたいなって思ったので今回この動画にしました。で
私の動画をね、見てくださってる方とも、なんか今年結構ポップアップでテントを立った際にお会いしたりして、すごく嬉しくて、すごくなんかやっぱり意義を感じるというか、この人とつながる温かさであったりとか、この皆さんとやっぱつながってジュエリーの話を共有し合うっていうのがすごく私自身楽しいし、勉強にもなるし、で私の動画を見てくださる方はやっぱり始めたい方がすごく多いんですけれど、私自身もやっぱり学びに行きたいって思ってるし、これからもいろんな方の話を聞いていろいろ勉強して吸収したいと思っているので、今年はね、なんかアトリエ訪問とかをできたらいいなって思ってて、ぜひね、この動画を見てくださる方の中にはもしかするとジュエリーのアトリエを持ってらっしゃったりとか、企業として何か製造をしてらっしゃったりする方がもしかしたらいるかもしれないので、ぜひね、いらっしゃったらアトリエを見学させに行かせてください。でぜひその様子をね、動画で撮影して皆さんにも見てもらいたいなって思いますし、ぜひご連絡お待ちしております。で今年は私自身やっぱりアトリエを作っていきたいっていうスタンスなので、YouTube を通してその様子をね、編集してあげれたらいいなって今は少し考えています。どこまで叶えれるか分かんないんですけれど、まあ、分かんないって思っていたらいつまでも叶わないと思うので、ここでね、発言して行動していくっていうのを今年はしていきたいなっていうふうに思っています。はい、最後になりますが、私は今年はアトリエを作りに行くスタンスで行動しますっていうのと、あとはブランドをね、今年1年できる範囲で頑張っていきたいなって思っているし、ブランドを通して皆さんとつながっていける機会っていうのを、作っていけたらいいなって思っていて、もっとね、大阪の出店だけじゃなくて関東の方にも出店していきたいなって思っています。でなおかつ今年は教室を単発的に開催したいなって思っていて、なんかワックスメイキングだと場所を選ばず移動をしながらお教えできるかなっていうふうに思っているし、あとなおかつデザイン画とかも結構教えれるかなって思うので、そういったこともね、YouTube を通してちょっと活動を配信できたらいいなって思っています。どこまでね、YouTube を更新できるかっていうのは今ここでちょっと約束ができないんですけれど、いろいろと今年はチャレンジしていける年にしていきたいなって思います。今回この動画をね、撮影してまた1年後に見返しに帰ってきたいなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じで今回はいろいろとね、話してしまったんですけれど、私の、今年の夢の話であったりとか、あと夢を叶えるためのプロセスの話であったりとか、そういうのをいろいろと話してみました。皆さんいかがでしたでしょうか。長いこと話してしまったんですが、次回はそろそろね、ちょっと手を動かす動画っていうのを皆さんにシェアできたらいいなって思ってます。ぜひ楽しみにしていてください。では最後に動画を見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。